そうですね、長塚圭史さんも吉田鋼太郎さんも、それから石原さとみさんはじめとする皆様も、本当にずっといつか一緒にお仕事をしたいと思ってる方たちだったので、それがまずものすごく嬉しいですね。皆さんも経験豊かでいらっしゃる方たちなので、もうその方たちに飛び込むつもりで、それが楽しみです。鋼太郎さんの演出は何度か、受けたことはないんですけど拝見したことがありまして、稽古場見学とかでやっぱ結構言われることは、まあ人にもよるんですけど、厳しい言葉が結構あったりもするので、それを自分が受けるのかなとかそれは今からドキドキしてますね。そうですね、もう何でしょう、楽しく明るくと、そういう作品ではないとは思っていて、本当に、しっかり誠意を込めて作っていきたいなと思える作品で、今この時代にこの国でできるっていうことをきちんと、考えて誠意を持ってやっていきたいと思っています。ぜひ皆さん、2019年の秋はアジアの女楽しみにしていてください。私も楽しみです。皆さんと一緒に、いい舞台を迎えられたらいいなと思っております。舞台「アジアの女」9月6日から9月29日まで文化村シアターコクーンにて上演いたします。ぜひ劇場にお越しください。お待ちしております。